本日のゼロイチ TV は打ち合わせに来たら私透明人間になっちゃってました。ドッキリ。そうです。タレントは打ち合わせだと思ってここまで来るわけですよ、はいはいはい、で、まあ、おはようございますとか言ってくるわけじゃないですか、うん、ただもう彼女は透明人間なので私たちには何も聞こえてないし何も見えません。なるほど。ということをしていただきたい。もしじゃあいきなりビンタされたら、そしたらえ、何みたいな、怖い怖いみたいな、何私今叩かれたみたいな感じでやっていただきたい。結構私たちも大変じゃないですか。そうだね、そうなの、いろいろ頑張らないと。会社的に見ちゃいけないの。だから触れるとかだったらさ、ね、まあ対応できるけどさ、うん、もう耳元とかで大声で出されてももうちょっとあんま聞こえない。あ、分かる、聞こえないほどね。聞こえない。難しい。音ゲーとかのなんかいつかにダウンロードして消してるもんね。え、消さないであのクソ広告系ってダウンロードしちゃうよね。そうそう、なんか、うん、なんかさ、でも広告と中身が違うやつなんだよ。それゆめがこれやってたらなんかいつもなんていうの、おじさん、おじさんのゲームでしょって言われる、いや本当よ本当、ね、おじさん、でもさ実際さ私インストールしたことがないからさ、うん、何か分かってない。分かってないんだから違いがあんまり分かってない。え、待って、なんてゲームですか。ホームスケープ。ホームスケープやって、みんなでやってる。いや本当にそう。めっちゃ宣伝に出てくるやつでしょ。そうそうそう、見たことある。課金しちゃってんですか。バカにしてんだって。全然いいと思いますよ。気にすんなよ。今何時？今何時だ。もう5分。マイク遅くない？確かに、確かに、うん、もう来ないのか、ね、私でも近くしないの。遅刻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 。え、レアタン今日からし辛かった？いや、マジやばかったっすよ。でもさ、なんかマルピうまかったよね。いや、うまかった、うまかった。私だってあれ、なんだっけ、二つ目のやつとかマルピだと思ってた、うん、本当は、そうだから。でもあなたは手挙げたの、あげたくだと思ってた。あげたくなんでよ、それが本当なんだから。え、この後何のことやるんですか。全然来ないね。来ないな。あれでも予想の情報だったよね、マルピって聞いてるんだけど。58え、でもさ、あの途中でさ打ち合わせ行ったからさ、ワンシカにさマネージャーが伝えそこを寝てる。あ、本当間違ってる。なんか帽子取りに行くみたいにしなかった。あ、そうなの。あ、まあ、事務所、事務所行くみたいに。誰かLINE持ってないの。私さっき交換したよ。電話かけてみる。いや、待って、うん、一回 LINE してみたら。確かに LINE ゲットしちゃったからよ。いや、持ってるよ、マルピの LINE。いいの、いいの、え、てかさ、てかさ、なんかさ、さっきからさ、あの椅子がさ、なんかちょっとガタガタ動、地震でも来てる。怖すぎ。そっちじゃないよ。死ね。そうだよ、さっきのあのなんか。さっきレアさんがさ、幽霊疲れてるって言ってたから。お前のことしてるよ。本当最近疲れてる。マジでやめて。肩がめちゃくちゃ重いらしい。いらん。みんなで共有しましょう。マジで病んだかもしれない。マジでいらない。病んでたりしたらつくらしい。ガチで。やだよ。出ました？時間あれだね。いや、いい、今から出ましょう。オッケー。マルピン。ありがとう。お疲れ様でーす。お疲れ様です。え、どこにいるの？え、もう今ここに。スタジオ？はい。スタジオ？そうですね。何？スタジオにいるっつって。スタジオにいる？どこの？え、待って、ABC ラボだよ。間違えてんじゃね？スタークだよ。いや、今、あれ、なんで？え、下？迎えに行こうか。いや。ほらほら。あじさん。あれ？え、なんか。おかしいな。どうしたんですか？多分スタジオ間違えてるよそれ。スタジオ。え、でもさ、スタジオってさ、もう一個あるからさ。ああ、確かに。そうだ、ここにもあるから。そんなにないでした。いるなら迎えに行くんだけど。あれマネージャーと行ったんじゃないの？一人で向かってんのか。一人で向かってる。なんか行けお前みたいな感じ。行けお前。行けお前みたいな感じ。はい。言われちゃった。なんで。私透明人間になっちゃってたドッキリです。透明人間。
そうですよね、うん、見えてなかったですもんね、誰一人として目合わせてくれなくて、うん、なんか最初本当にいじめられたかったんですけど、そうだよね、褒められたからあれそうそうそう見渡してたもんね、絶対ちょっとこの辺にね、これもじゃんあれあれ、いっぱいありますよ、これじゃないですかあ、ほんとだあれあるね、マジここしか見れなかったラシコさんもこっちも向いてくれなかったね、一回さ、ラシコ間違えた、そう、そう電話の声ですよねありましたよね、これ私が電話して、まだ何も言ってないのに、え、謎し言っちゃってる行けお前行けお前みたいな感じ、はい、ラシコ笑ってるし、そうそう、なんかやってたと思って申し訳ねえと思って最初怖かった、いやーそれ本当にごめん本当にごめん、できることやってほしいちなみにですけど、次この後わがつまちゃん気分で仕掛け人になります、超嬉しいなわけないか、ぜ怖さね、よく言うじゃないですか、怖いね、風邪でどう、怖いんだけど食べたい、ゆうやもやってたよ、いいよ、あるじゃん、さっき渡したじゃん、これ、あ、これ同じやつか、いや、ちょっとちょうだい、でもここにあるよ、もう一個、うん、終わりました、終わりました、ちょっといただきます、私が来てないけど、打ち合わせする、確かに初めて、そうですね、あんま聞いてないんだけどさ、何もう聞いてない、15分からだから、もうすぐ、もうすぐ、あ、でもあれか、15分集合か、うちらが多分早すぎた、あ、そうですね、え、だけさ、え、じゃあ逆にさ、この状態で入ってたら怖いよね、先輩バーサーそのことさ、いや、そうですね、怖い、逆の立場だから遅刻したのかなって気持ちになります、なります、間に合ってるよ、みたいな、怖いわ、集合時間間違えたかなって思って、あれってなるよ、なんか、もう椅子動いてる、何？なんか心霊の話ですか？なんで心配はねえよ。何何何？やっぱさっき話してたやつ。お化けついたんだよ。え、そうそうそう、だからさっき開いたんだって。え、何？ドアドアドア。え、嘘だ。嘘でしょ？今開いてないっつったら音じゃなくて。っていうか15分。ね、15分。来ない？来りました。最近さ、めっちゃ若つまってね、めっちゃ可愛かった、私、あの、一緒の雑誌に出て、あ、出てたよね、そうなんですよ、シュプレ出て、で、イベントも一緒に出たんで、遅刻してないし、遅刻してないし、遅刻してないし、誰が遅刻してるの、だから、なんかないっすよ、私、なんか遅いなと思います、ほんといきなりさ、いきなりっていうか、もともと可愛いけど、めっちゃ可愛いと思った、赤抜けたっていうか、いや、超可愛い、なんかさ、あの、大人の色気が出てきて、そうそうそう、垢抜けためっちゃ、事務所入りたての時はさ、なんかあの若くてさ、ちょっと田舎から出てきましたみたいな可愛らしい感じだったけど、なんか今また違うね、綺麗になったね、なんかあの保護者みたいな目線、わかるわかる、守ってあげたい、確かに。でも写真集見たさ、ひかりちゃんさ、うわぁ、マジでおっぱい綺麗だわいつも、いつも言ってたよ、まあまあ、おっぱい大好きだから綺麗、一緒に綺麗、一緒に見たもん、ひかりちゃん本当に綺麗、うん、あ、待って、さすがさんから来たらいい、来たわ、うん、じゃあ、若妻 LINE してみようかな、一回全然お願いします、ていうか、長谷川さん連絡してくれよって感じ、いや、それなぁなんだけど、なんでなんでそれ聞いてない、アンジェの LINE だと、アンジェだよってちゃんと言ってあげないと分かんないよ、確かに誰で焦る？こっちも電話かけてみて、あれだ、やっぱ追加されてないからかもしれない、そう、私も持ってなかったかもしれないな、かけてるんだけど、こっちもね、追加してくれれば、あ、でも記憶ついた、お、え、ちょっと待って、かけてみようかな、うん、LINE？ LINE、 LINE、 かけてみよう、あれ出られん、出ないですけど、電話出るの、なんでだよ、あ、電車の中とか、そうそう、とか、あ、だから電車出てるとか、アリエルめっちゃありますね、めっちゃ入っちゃった、気をつける、終了すいません、長谷川さん、終わりでーす、終わりでーす、先生。
出なよ。携帯も見ないし。見たくなかった。見たくなかった。珍しいタイプ。今日の企画としては打ち合わせに来たら私透明人間になっちゃってたドッキリっていうことで、私たちは一切見えてませんでした。見えてなかったんです。だから椅子は動いてるって言った。扉開いてる。ごめんね。ごめんね。ごめんよ。でもなんか褒めてくれたりしてくれたから嬉しいと思って。わかる。私も褒められた瞬間にちょっと、うん、あの気持ち楽になりました。はい。だからちょっとずっと聞いてようと。ドッキリ。大成功。ごめんね。ごめんね。ごめんね。二人とも。おごっておごっと大好きだよ。おごってもらいます。先輩におごってもらおう。先輩おごる。スタバおごるわ。やだ。